よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、環境政策計画学科2回生の長谷川慎と言います。力を入れていることというか、まあ、趣味なんですけれども、原付バイクを大学の入学時に買いまして、でそれをいじったりそれで走ったりするのに最近すごい力を入れています。そうですね、やっぱりその、まあ、原付バイクなんでスピード違反だけはしないように心がけていますね。やっぱり最近の原付だと本当に60キロぐらいは出たりするので、やっぱり出しすぎたら捕まってしまうので、まあ安全運転も兼ねてスピード出さないようにしていますね。そうですね、結構原付ってそのパーツ代が安いので、まあ、大学生でも結構いろいろいじれたりするので、僕はそのマフラーとかを変えたりとかサスペンションを交換したりとか、結構初歩的なことですけど、そういうところで結構改造したりしてますね。はい、ああ便利と感じることはやっぱりその彦根って結構風が強くて、特に駅からこっち県外まで来るときに結構向かい風がひどくて、自転車の人とかすごい苦労してたりするんですけど、原付バイクは結構、まあ、疲れることもなくスムーズに行けたりするので、その辺が便利かなと思います。あとまあ僕は自粛してるんですけど、その時に、まあ、結構スーパーまで遠いところに住んでるので、スーパーで簡単に行って帰ってこれたり、荷物を結構いっぱい詰めたりっていうのが、まあ、便利な点かなっていうふうに思います。あ、そうですね、授業内容っていうと、まあ、その高校の授業とかと違って結構その生徒一人一人にがどういう意見を持ったとかっていうのを大事にする授業が結構多いなって思いますね。まあ、そう当てたりとかは少ないんですけど、あとでまあ感想文だったりとか、あとはまあそのフォーム数とかのアンケートみたいな感じで意見聞いたりとか、あとはもう実際にその友達とかとグループワークで顔を合わせて意見交換したりっていう、まだその自分の考えの持ち方を結構大事にする先生が多いなっていうふうに感じてます。はい、そうですね、やっぱこの学科結構まず何やりたいかわからんから志望するのちょっとなって思ってる人もいると思うんですけど、来てからやりたいことを見つける人の方が圧倒的に多いですし、結構やっぱ変わったことをする学科なので、すごく内容も刺激的なのですごく楽しいと思います。ぜひ一緒に勉強しましょう。